え、最近さ、アラームの15分前くらいに絶対目が覚めるんだよね。あ、やばい寝坊と思って起きたら全然15分くらいっていう、全然いい起き方しない。そっから寝れなくて、二度寝ができなくて、あと本当に今日のこの午前中っていうか、もう11時半くらいまでに荷物が届いてくると、私本当に一生受け取れないから困るよ。絶対にこの配信中にできれば来てほしい。でも寝たの普通に昨日2時過ぎたわ。もうなんかなんやかんやしてると普通に2時過ぎちゃう最近。うん、若くて寝つきか。昨日はスカって寝れなかったね。眠いはずだったんだけど、でも体はまだ痛くて、うわっ、ここしか筋肉使ってるなっていう感じします。倉科カナさんがめっちゃ好きで、今出てるから見てる。なんかちょっと絶妙に違うのやめてもらって。新人8メンバーはチームエイト結成記念、結成年月日を知らない。2016円になってるし、8月8じゃないし、うん、カレーになっちゃってるから、うん、揉み返してくるからって言われてたから、もう、うん、覚悟して揉み返しを待ってる。なんか金になっちゃってる。ちょっといらない化粧道具置いていこう。
え、なんかさ、いや、わかんない、なんかね、別に隣ではないんだろう、隣なのかな、多分壁から伝わって、なんかテレビの音が夜中に聞こえてきて、でもなんか窓開けたりしても聞こえないのよ。でも壁にこう耳を当てると、なんか壁から伝わってくる、わかんない、テレビなのかな、なんか喋り声みたいな、もうテレビだろうね、が伝わってきて、なんか寝れない気になって、わかんない、割と防音でもあるんです、割と防音っていうか防音なんですけど、あ、そんなエッチな声とかじゃなくて、いや、しかもこんな朝からする話じゃないし、普通にテレビだと、テレビかその人が電話してる声だと思うんだけど、最近もう本当にここ毎日くらいに、なんか壁が伝わってるの、うん、聞こえる、でも何言ってるか全然聞こえないのっていうことがある。夜中だけって言われると、私夜中にしか家いないから分かんないんだけど、すごい壁が伝わって聞こえる、なんかね、めっちゃその壁にテレビがなんかひっついてんのかなっていう、でもなんかコンコンってしたところで防音だから、普通にコンコンは意味なくて、私もすごい壁にテレビ近いんだけど、どうなんだろう、まつげめっちゃさ、わかんない、まつぱしたからかな、結構伸びてきたんですよね、わかんないか、これだと、多分まつぱしてあげてるから余計になんかまつげが伸びた感じがする、アイコス食べます。え、伸びたよね、だからこれを松葉に行ってもう一回ちょっと綺麗にした、今結構おさってるから、めっちゃ伸びたのよ、え、しかも松毛美容液も塗るから、なんかここに毛、ここが毛生えるし、ここに毛が生えてくる私が塗るの下手くそで、めっちゃ下から毛が生えてきて、え、でなんかめっちゃ黒い、なんかメイク落ちてないんかなみたいな思って、めっちゃ擦っても全然取れんから、え、何これ何これみたいな言ったら、いや毛生えてるやんと思って、なんか育毛されちゃって、え、てかわかるかな、あ、全然わかんないわ、ここめっちゃあざできちゃって、ここです、ここやばいよね、痛いし、え、待って、腫れてる、ん、腫れてはないわ、ごめんなさい、ここだ、え、ここだ、できちゃった、
痛い、あだできちゃった。えでも本当にはなんかねネオンキッズがかなり激しい。ちょっとスポンジ濡らしてきます。え本当にこの配信中に荷物が届いてほしいんだけど。あ稽古稽古激しい動きをしちゃうからこうなっちゃうんですけど、ちょっと大丈夫です。この配信中に荷物届いてほしいんだけど。えみんな来るか来ないどっちだと思います？午前中だけど、午前中って微妙だよね。やっぱもう学んでほしい。私はもう11時に出ちゃう、11時次にはいないよってこと。でもこの前もね、その宅配ボックスに入れてもらう午前中の配達で普通にもう12時過ぎてたの。あの見てたんです、いつ届くかみたいな。12時過ぎてておいおいおいって思って、時間指定っていうか午前中しかないから、そう午前中は午前中しかないんだよね。だから来てくださいって感じだね。細かく分けてほしい。いやもうこれで怒られても私もう無理だもん。だって逆切れこれ。明日劇場か。2公演大丈夫かな。あんまりちょっと体動かせられないかも。私1週間首激しく動かすなって言われちゃった。それ言った方がいいかな、整体の方に首を激しく動かすなって言われちゃって。って整体の方ってあんまりあれ病院じゃないから。病院じゃないからあんまりなんか意味ない、説得力ないよね。明日もキャンセル待ち、しかも100番だよ。嘘、明日ってそんないっぱい申し込みあったんだ、ね、すごい。え、すごいってことだよね。え、違う？あ、明日ももさんいるんだ。ももさんとかちょっと、そうなんだ。
か、土日だからか。みんな当たった？ごめん、聞いたかな。当たりましたか、みんな。鳥もも久々じゃないかな。夜当たった。ひできます。やった。結構来てくれる。私モチベ上がりよ、だいぶそれ。てかまず今日が土曜日ってことにびっくり。なんか街中は人が多そうね。私はいつも同じ稽古だから何も変わんないけど、人は多いんだろうね、街中の。というかもうダウンデビューしていいですか、プチプチダウン。もうダメ、もう寒いんだもん夜。昼は暑いけど。みんな何着てるの？いや、なんか毎日同じアウター着てるんです私。なんかそれってちょっとやばいやつじゃないですか？そんなことない？そんなことない。でも天気いいね。てか天気悪くない？絶対寒いやんじゃん。寒いよね絶対。絶対寒いってことでしょ。もうダウンを着たいがためにいい気がする。絶対寒いってことでしょ。髪の毛もさ、伸びたのか伸びてないのか最近わかんないんだよね。鼻水出る。でももうちょっと経ったら余裕できそう。私も今はさ、歌もダンスもセリフも全部なんだろう、曖昧な状態じゃん。まだ自信がないまま覚えきれてないとかだから、それが一通り終わったら。でも切れているんだよね、毛が傷んでるから。切れてるからだから伸びてるのかどうか分かんなくて、めっちゃ切れてるんだよね。
こっちの目ででもこっちが切れるっていう。だからね、こういう辺、この辺、あ、これとか結構短い毛が出てくるんだと思う。めっちゃ切れてるんだろうね、これ。でもまだ生きてる方だよってよく言われるんです、毛が。けどまあ綺麗ではないかもね。うわ、ほら。え、待って。え、待って、やばい。やばくない？え、待って、引くんだけど。え、待って、引くんだけど。え、待って、やばくないここ。え、待って、涙出そう。待って、引くんだけど。見ない方がよかった、こんなの。え、え、ガチやばいんだけど。え、え、ガチ、え、やばい、見て、ショートカットやん、ベリーショートやで、これ。え、待って、泣きそう泣きそう。見ない方が良かった、こんなの。てか、そんな部分的に短いことなんてあります？え？ビビったー今。え、何これ？この辺だよね。怖いって。空いてない。あ、まあ、空いたっけ。空いてないよ最近は。確かに、でも空いたって思えばいいのか。やば、なめなめになった。え、すいたよね。うんうんうん、え、すいたんだと思う。え、すいたすいたすいた、言い訳。え、すいたんだよ、きっと。わかんないか。でもわかんない、本当にこのまま切れって言ったらもうブリッジすることはないと思うんだけど、したとしてもここだけでも結構落ち着いて、本番前くらいにここだけ染めに行こうかなって感じだから。少し休ませよう。うん、ちょっと、だからちょっと糖分プリンでもちょっと、なんか めっちゃプリンじゃんとか言わないでください。あえてプリンにしてます。もうあえてのプリンだから。でも舞台終わったらちょっと暗くしようかな。何しようと思ったんだっけ。
私は今イケアに行きたいんだよね。そうなんです。なんかね、その収納、お洋服収納でイケアに欲しいのがあって、なんかハンガーラックにかけるんだけど、こう縦になってて服が畳んで収納できますよみたいなやつがあるんだと思うんです、イケアに。東京だとイケアってどこにありますか？渋谷？渋谷か。渋谷本当に苦手なんです。新宿はやっと最近クリアしてきたけど、渋谷が本当に苦手なんで。だって言っても新宿も別に外に出ないんだよね。建物内で買い物しちゃうから。新宿にあるんだ。でもそう、新宿クリアとかじゃなくて、別に新宿も建物の中だからクリアなだけで、別に外出ないから。埼玉？逃走なんか。ねえ、渋谷って本当無理だよね。私本当に得意じゃない。本当に多いのが、お姉さん夜のお仕事って言われて、あ大丈夫ですって言うと、すぐ渋谷の方はすぐ逃げてくれるんです。これはガチで、そう、渋谷、例えば友達と待ち合わせとかしてて、で渋谷駅にいて、でお姉さんみたいな、でもそういうのずっと無視してて、夜のお仕事って言われて、こうやって首振ったらすぐ行ってくれるんだけど、新宿はバーリしつこい。本当にバリとか使わないけど、バリしつこい。新宿はそう、本当にすごい、ずっと、もう真横ずっと、だからガン無視なんです。渋谷は妥協が多めなんですけど、だから渋谷は逆に無視すると来ちゃうから、もうすぐに首を振るっていう。分かんない、なんかどれがナンパで、そのどれがそういうお仕事のお誘いなのかが分かんないから、全部無視しちゃう基本。でもあまりにもなんか渋谷の人がめんどくさくて、首をたまたま振ったら、あすぐどっか行ったから、あ渋谷はこっちでいいんだって思って、っていうのもちょっといろいろねあります。本当女の子は気をつけてくださいって感じ、メンバーに限らず、うん、普通にみんなも。たまにそのもうめんどくさくて面白くなっちゃうのが、私なんか LINE 交換しようよって言ったから、もう本当に LINE やってなくてみたいな、友達と歩いてる時だったんだけど、もう2人にも声かけて、かかれてきちゃって、友達と歩いてる時に、でもめっちゃ来るから、 LINE やってないですって言って、イヤホンっていうかもう見えないよね今って、こう AirPods とかって。そうだからかけてきちゃうんだろうけど、
LINE やってなくてって言って、インスタもやってなくてって言って、だからそう、もうスカイプならいいですよって言って、だからスカイプ知らない人だったのかな、スカイプって何みたいなのって、あ、さよならって言ったんだけど、スカイプ知らないんだと思って、夏いよね、使ってたでしょスカイプならいいですよって言って、砂茶か砂茶でもってでもコントみたいになってくるの。今だけスカイプってあんまり聞かないじゃないですか。そう、電話番号も持ってなくて、絶対電話番号いるはずなのにスカイプって、あ、スカイプならいいですよって言って、だからそもそもスカイプってどんな感じやった、スカイプの仕組みあんま分かんないかも。知ってたとしてもスカイプを入れてる人はいないじゃん、きっと若い人も。ああ、フェイスタイム的な感じ？分かりやすい。ズームね。小学生の時スカイプ入れてたんだけど、スカイプ、LINE、Facebook、Twitter かな。中学生くらいの時に LINE とカカオが流行り始めたくらい。首前出てるよね、確かに。こういう、こうやってやってる時に首が前出ちゃうからダメなのかな。なんか LINE とカカオをなんかどっちもやるみたいなのが流行ってたんだよね、同じ友達と。インスタはわりかし最近じゃない、高校生くらいだと思うよ。ミクシーみたいなの知らない私。グリーってあれ、アメーバピグとかね。アメーバピグは私やってなかったんだよね、パソコン持ってなくて。だからパソコン家にある子いいなみたいな。なんかノートパソコンを親が持ってて、でもなんか貸してくれなくて、だからアメーバピグできなかった。顔トークとか懐かしい。でって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 んてんって歌でしょ。でってで、でも多いらしいよ。なんかいやちょっとすっごい朝から生々しい話するんですけど、だからなんか例えば本当に好きな彼氏さんとは LINE でやり取りしてて、来た。
あ、ごめん、普通に私が今手洗ってたから。すまへん。うわぁ、やっと来た。お金も無事払えて、もう荷物に悩むことはありません。うん、今日早かったね。早く受け取れた。何の話だっけ。ああ、そんな生々しくないか。なんか付き合って本命で、なんだ、付き合ってる人とは LINE をしてて、なんだろう、まあはっきり言ったら浮気相手とカカオトークをしてるって人が多いみたいなっていう。そうだ、 LINE だともし履歴見られた時にバレちゃうから、そうカカオを入れてて。とかもう最近ってさ、そうインスタとかもこうさ、バレやすいじゃん。まあ、だから全部バレるだろうけどね、携帯に入ってる時点で。そう、でもらしいよ。浮気はダメですね。そう、だからカカオと LINE を入れてる人は必ずしも疑え疑った方がいいと思います。だって2つ入ってる意味がないんだもん。でもそれ韓国の友達がいるとかなら分かるんだけど、韓国の友達でも大体 LINE じゃないですか。いや、私はその子供の時はありましたよ、どっちも入れてる。両方入ってますが、何かって。怪しい。毎日メイクしてるわ、本当に。だろうね。いや、その高校の時とか友達がなんか浮気されたとかはなんか聞いたことあるけど、こうなんだろう、もう20代になってからそういう話を聞かないからさ、この20代になっての浮気ってどういうもんなのかは全然分からん。まあでもさ、これはもうどっからどこまでが、どっからが浮気っていう、この人によりけりのところもあるじゃないですか。私の基準、でも、あ、じゃあ私はもともとなんか男女の友情はないっていう人だったんで、それがちょっと分かりかねなかったんですけど、でも結構周りにそういう男女の友情ある人が多いなってことに気づいて、やっぱ本当に信頼してる人であれば別にいいんじゃないかと思って。実際私もだって地元に
少なくとも男友達はいますし、別に2人で会ったりとかはそんなにしないんですけど、そうってなったら、そうこうもう10代の時はもう絶対無理みたいな感じだったけど、なんか今思えば別にそんなんなんかダメってことはないのではっていう感じになってる。うん、2人でご飯くらいならいいんじゃないかって思ってきた21歳の服部優太は。そうご飯くらいだよね、でも本当に生きてもご飯までで、2人で海外旅行とか行かないだろ。2人で泊まりはもうアウトでしょ。だって泊まって何するの、そこまで発展しなくない。二人で出かけるくらいまでじゃない。いや泊まりはアウトだ。泊まりはアウトだね。泊まりはアウトだ。二人でカラオケ？わかんないな。二人でご飯までくらいしか想像ができないから。やっぱこれゆるゆるだから変えようかな。お酒はいいんじゃないかな。あ、まあでも店によるかも。そのバーとかまでちょっと行くとちょっとってなっちゃうかもね。かんない、もう居酒屋までで終わりじゃない。でも大体もしちゃう。いやごまかすのが、いやもし私は付き合ったとしても今日は誰とどこで遊んでっていうのをお互いに報告したいかも。でもそれができない人とはもう付き合わない方がいいんじゃない？うん。って思います私は。それを分かった上でその付き合ってくれるんだったらもう。それができない人とはもう多分付き合わない。もうそういうのがストレスって言われたらもうじゃあ大丈夫ですってなっちゃいそう。あ、それこそやっぱ報告し合わないタイムツリーとかめちゃくちゃいいと思う。でもタイムツリーって嫌って人多そう。わかんないけど、タイムツリーでもめちゃくちゃ楽なんだろうね。うん、確かに毎日 LINE してたら普通に今日誰とどこで会うとかは普通に言ってくれる流れだと思う。だからまずそもそも毎日 LINE しないとだよね、会ってないのであれば。どうせ
醒してたらそんな風にはならないか。だから結局は毎日のコミュニケーションが大事ですよってことやわ。私が浮気されたらめちゃくちゃ病むんじゃない？知らんけどめっちゃ病みそう。わかるでしょ、それはわかるし、私がそもそも人に依存気質っていうか感じなのみんなも知ってるだろうから絶対そうなっちゃうよねってわかるでしょ。私はだって承認欲求強いタイプだからめちゃくちゃ病むんじゃない？天気良すぎ。前後いい感じだよね。洗濯も乾いてるかな。嘘、冬だよ。でもコート着たら暑かった。マジでもコート届いた気がする。重かったもん箱開けようと。半袖で外出たら寒くなる。当たり前でしょそれは分かってほしいわ。当たり前でしょ。街中はじゃあ今日は混雑してそうですね。土曜日だから
とアウターを考えますわ今から。よし、負けた。ということで私は準備に入ります。ありがとう、今日も稽古頑張ります。できます。うん、ほぼ完成な気がする。なんか足りない今日。まあいいや、よし、ランキング見ます。13位サイタートマークアイニさん、12位ワイキャットマー今日も一日頑張ってねさん、11位トニーさん、10位清水さん、9位 TK トンからアートマークタイのナトリドンさん、8位ゴンさん、7位ダギャくん、6位マボロシさん、5位中心アットマークお稽古頑張って超大盛りなとりどんさん、りょうたアットマークとりももしさん、3位中心さん、2位まさたろうさん、1位れんさんです。ありがとうございました。ということで見てくれてありがとうございました。稽古頑張ります。みんなもお仕事ある方は頑張って、お休みの方はゆっくり楽しく過ごしてください。バイバーイ。